い、皆様こんにちは。今日の一歩先を編む先編みです。はい、事例の続きをやっていきます。今回はこちらの袖ぐりのところと襟ぐりのところですね、ここをやっていって肩まで編み進んでいくのをこちらの見本を使ってやっていこうと思います。で、裾の方からずっと15模様あるいは16模様好みの長さまで編んできました。そしたら今度はこちらの伏せ目をするための準備をしていきます。で、今こちらの見本の方がここまで編んできたとしています。で、見本でちっちゃいのでこちらの肩幅のところをこの位置に持っていこうと思います。まずこちらの袖のところをやろうと思います。で、こちら見本なので片側でやっていきます。この袖ぐりのこの減らし目伏せ目するんですけど、その部分をこれだけでやります。ちょっと小さいですけどその位置でやっていこうと思います。そしたら戻る時にマーカーが打てたらよかったんですけど、それは分かりにくいと思うので表から見てずっとここまで編んだ状態で印をつけていこうと思います。まずこの位置を決めていきます。この位置を肩まで残す位置として、そしたらこちらの3目の9目こちらに一応マーカーを打っておきます。で、それからそれがこの位置ですね。で、こちらが内編みのガーターで、これ見本ですのでこちらは6目しています。こちらは3目でいこうと思います。で、こうなります。これと同じことです。ですので、あとマーカーは打ち替えますが、仮にここにマーカーをしておきます。そしたらこちらからガーターでこの紫のところのマーカーまで編みます。で、その時にこちらのマーカーは打ち替えていきます。で、これは左右対称でマーカーを入れてください。端のガーターから編み始めます。はい、ガーターを必要な分、これは今ここのこの位置のことですね。そしたら次のここまでのことをやります。そしたらガーターで、そしたらこれは打ち替えたいので、一応ピンクを入れて次のところも、ここが袖ぐりのガーターになります。打ち替えて、つまりここでこの水色のマーカーがあるところはこの位置になります。で、ここまではガーターで編みます。で、それ以降は今まで通り模様編みをしていきます。で、それを希望の段ですね、こちらの方は10段ほどやっていると思います。で、仮に私はこれでちょっと6段ほど編みます。模様編みの最初と同じなので、これがちょうど伏せ目になりますね。
不整目なので、このようにして模様編みを編みます。で、そしたらこれ1段目と同じことなので表編みを3目します。そしたらまた伏せ目します。1、2編んで伏せ目、はい、これでちょっと行って帰ってここをまたガーターにしようと思います。2段目で今戻りです。こちらのマークをつけたところに来たらガーターに入ります。そしたらまた戻って反転して、今2段編んだんですけど、これをこのような感じでここまでがガーターが入っています。これを必要な段数、まあ、本体だと10段ぐらいですけど、私これ見本なので今ちょっと6段ほど編んでいこうと思います。はい、それではここを6段編んでここまで来たとします。はい、そしたら今度はここを伏せていきます。で、伏せるときはこの袖ぐりの縁編み分のとこは伏せずに残しますので、このピンクのマーカーのとこまで伏せていきます。2目編んでから1目目をかけます。伏せていきます。次からは編んでは伏せる。編んでは伏せる。そしたらこちらのマーカーのあるのを1個外してもう1目伏せます。これで今必要な分だけ伏せました。そしたらこちらからまた続けて模様を編んでいきます。で、今ここになったので今度はえりぐりのとこになるまで編み進みます。で、えりぐりのこの開き加減はお好みなんですけれども、私はここから模様が3模様ですね、3模様分編んでいます。なので12段編んでいると思います。で、その時点からまたこのガーターをして編んでいこうと思います。まずこちらの分を編み進みます。はい、今こちら2模様分編んできました。そしてここで注意しておくことが、ここが透かし模様になるので、こちらから戻ってきてこの3目のかけ目をするところで、この目が詰まっていた時にこの透かしのかけ目3目を飛ばしてしまいがちなので、そこは気をつけて意識して編まれたらいいです。
で、そしたらこれで今袖のこの部分を編んできたとします。そしたらこちらに行くために準備をしていきます。で、今袖ぐりの方はこちらはもうできているので、次にこの中心とここに作らないといけません。そしてこの位置に今度はマーカーを打ち替えます。これが肩までずっと残すところで、ここがガーターの始まりです。そしてこの位置になりますね。で、こちらが打ち編みになります。今打ったのがこの位置とこの位置にマーカーを打ちました。はい。で、こちらが襟ぐりになっていきます。そしたらそれでちょっとやってみます。今からここから始めてこの位置を編んでいきます。襟ぐりを作っていきます。袖ぐりをまずガーターを編んで、模様編みですね、これ伏せ目のところなので1目2目編んだら伏せます。3目伏せて2目編ん で次にまた伏せ止め伏せます。2目編んで1目目を伏せます。3目目を編んで2目目を伏せます。そしたら次ここからガーターが始まります。始まるんですけど、始まるんですけどもう一目伏せないといけないので、まず表編みしてから伏せます。そして一目こちらに行ってるんですけど、ここにマーカーを入れると後の処理がしやすいです。そしたらここからはこの二目編んだところがこの位置になるので、マーカーを一応入れておきます。そしてここにあとは全部ガーターで編んでいって、こちらを編みます。で、まあ、片側だけやっているんですけど、左右対称にマーカーを打って編んでください。はい、戻りの方も今やったのと同じようにして戻ってきます。で、これで必要な段数ほど編んでいきます。はい、そしたら今こちら6段ほど編みました。実際は10段ぐらい編みますが、ここが前襟ぐりの減らしたいところになります。ではここから今から消していこうと思います。で、この段はまずはここまで編んできたように途中まで編んでいきます。
ここで模様を入れるので、かけ目、元編みと模様編みがこの肩の位置だけになります。肩に続くこのラインだけになってきます。まあ、ここ編んでいます。そしたら縁のこの3目の、ここは今6目ぐらいやってるんですけど、この見本では3目ほど、1、2、はい、ここまでは残します。そしたらここからは伏せ目して、この部分を作っていきます。2目編んで1目目を伏せます。えりぐりの分だけ伏せていきます。これで今えりぐりの分だけ伏せたとします。そしたら実際はこれからまた模様を続けて、今伏せたのがこの位置になるので、ここからそのまま続けて片側の肩を編みます。で、編み終わったら今度はこちらの戻りの方から糸をつないで必要な分だけ編んでいきます。今これ見本なのでちょっと端まで伏せてしまいます。そしたらこちらが今左身ごろになるので、こちらから糸をついでこの袖のところを編んでいきます。で、息で伏せたので戻りから始まります。こちらの方は伏せた方をそのまま続けて編み、右の方は伏せた目を続けてそのまま編んでいきます。こちら左の方は戻りのとこからつないで編んでいきます。はい、それではこちらの肩の方まで編み終わったとして止めていこうと思います。こちらが今ちょうど4段目で終わりにしています。そしたらこちらを袖ぐりを止めていた時と同じようにして伏せ止めします。全部表編みでやっていきます。編んでは伏せ、あまりきつくならない方がいいので手加減はほどほどにしてください。ゆるゆるもちょっとおかしいかなと思います。このようにして止めていきます。
そしたら今止めてきたのでこのような感じになりました。ちょっとこのガーターの幅が少ないのでちょっと分かりにくいかもしれませんが、こちらの方は6目取っています。人柄分ですね。このふうになっています。こちらも同じようになっています。こんな感じになります。このように袖の減らし目をしながら身ごろを編んで左右対称にします。でこの好みの段まで編んだら襟ぐりにガーターを入れていきます。そしてこちらで伏せ止めをして右のこちらの身ごろを肩まで編みます。でそれが終わったら今度はこちらの戻りの方から左のところを編んでいきます。そして後ろ身ごろの場合は裾の方を5模様ほど長く編みました。前後の長さをちょっと変えてみたかったのでそのようにしました。そして袖ぐりは同じように前と同じように編みます。で襟ぐりの方はお好みですけどもこのようにして1,2,3 模様分下げています。3模様分下げたいときはこのガーターがあるのでそれよりさらに、まあ、2模様分ぐらい、8段ぐらいですね、下からガーターを入れていきます。でピンの打ち方は、まあ、この今までやってきたのと同じようにこの端ガーターのと模様の間、模様とガーターの間、そしてこちらの縁編みのところに位置をつけた方がいいのでここで、そのようにして前と同じように編んでいきます。それでは参考までにこの中心のこの身幅の柄が今 9.5 柄あって、それからガーターを編んでいます。でこの中心のこの襟ぐりの空きのところは4.5 模様がこの位置になります。 4.5 模様で、横の袖ぐりのところは 3.5 模様分減らしています。で、ガーターがあるので実際は 2.5 模様分になります。こちらが6目取っているのでそうなります。でそのようにして幅も高さものみで決めて編まれたらいいです。で極端な話、この事例はここの袖ぐりをくらずにまっすぐ編むのも大丈夫です。襟ぐりもくらずにまっすぐ編んでボートネックのようにすることもできます。それはお好みでやられてください。こちらはまあ参考程度にこんな感じもあるよというぐらいで見ていただければいいと思います。そしたらこちらを今度は次回は肩と脇を剥いで仕上げていきたいと思います。今回はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。今日の一歩先を編む、先編みでした。またお会いしましょう。